ちょっとこれじゃ止まないです。あ、はいはい、すいません。はいはい、まあ、耐えられないと思ったんですね。うん、耐えられない。耐えようとかいう。いやだからその骨格の構造だとか、そっちしかいけないのになってるんですね。まあ、一本取ってもいいですし、一本取ってもいいですし。相手の指をですね、指をここ、指をこういうふうに、はい、この取る。おお、技ですね。この指です。指を、はい、指を、要はここには曲げれませんので、ここですね。ここには曲げれませんので、あ、ごめんなさい。で、いわゆる握手の状態から、相手の指をですね、で指関節をトロするとここの周囲の筋肉が頑張って指を保護すると思うんですよ。ちょっと力入れていただいて頑張ると思うんですが、ここで勝負するんじゃなくてこの力が入らないここですね。わかります？これで、そうそうそう、はい、これだとやめますね。はい、お願いします。この力が入ると親指の周囲で頑張って、はい、と思うんですが、いわゆるこの骨で勝負するんですよ。はい、骨でいくとちょっと困りますよね。頑張らないところで、はい、ほう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 、頑張れないところで指は取りますね。うん、はいはい、あとはこう上から、これも力ちょっとなくです。これも上からくる相手に握らせないようにしてこのまま持っていくものです。もうこれもですね、あのいわゆる、まあ、最初道場での初歩の段階ではこれを曲げるためにはぐーっと回転を入れて脇を開けさせて持ってくるってやり方をやるんですが、あとだんだんこう慣れてきまして、もういわゆる曲げない、相手も曲げさせない、まっすぐの状態でそのまま落とすという、シンナーになりますね。これはあの、あ、すみません、これどちらかというとこう、この腰に力が抜けます、抜けますね、やるので決して腕で勝負してるわけではないですね。まあ、あの相手じゃありませんが、ここ握りにくして、こうなりです。早い、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 はい、どうぞという形ですね。はい、もうやはり、はい、これで行きますね。で、はい、ちょっとこっちから行って、で、意識が相手、今度はこっち来たんだったら、今度はここできますよね。ごめんなさいね。今言ったのは、今心臓行きました。筋的下の。はい、こちらもですね。はい。行くという。はい、まあこれも、あの、意識させない動きですかね。あの、まあ、ちょっと見せてくれですね。あの、離れると相手も何かやるので、はい、こういった状態から、実は動作はもう次の準備に全身は入ってますね。ですから、テーブルはこうしない。こっちから一気に肘に、で、切っていきます。はい、筋的を打つと、やっぱり前の上になるんで、引きに行きますね。はい、上から、危ないのですもん。はい、いろんな方法に移ります。赤松さん、今のちょっと体験というか、はいはい、あの、何をしますか。今、まあ、中山さんですか。肘打ちですか。肘打ちの流れ、流れですね。こうして、溜めた状態で、こうして、ちょっと危ないですね。ちょっと危ないですね。はい、はい、肘、こっち打ちますね。早い、早いですね。で、こう、喉で、こう、失礼します。で、あと、まあ、ここで取るんですね。ここで、はい、ここで、あの喉を押さえながら、こう、で、向こうに、で、向こうに行ってもらいたいんであれば、このプロを中心に、こちら、押さえますよね。はい、はい、はい。はい、あ、すいません。え、大丈夫です。これ、掴まれたら危ないってことですかね。いや、もう全て危ないじゃないですか。あの前も危ないですし、あの前に入れちゃって、ね、うん、多分いなくなるでしょ、こっちに来ちゃって。うん、裏回る、回られちゃう。うん、早いですよ。はい、だから、なんですかね、もうコントロールされてるんですよ。ですね。うん、もう完璧コントロールされてますから、うん、好きなように。八極拳という拳法、はいはい、あの、おっしゃってましたけど、この体当たりのですね、体当たりのこのそのままぶつかっていく体重をですね、体重を、はい、肘を出しただけなんですよ。で、肘を出したので、これ、肘打ち拳法、まあ、いわゆるこういう肘打ちじゃなくて、うん、肘を使った体当たりですね。肘を使った体当たり、これ、これをゆっくりなんじゃないか、はい、これを、本当に、もう、このくらいですね。ごめんなさい、これ痛いですね。はいはい、あの、すごい体重が使いますよね。これを、本当に、ちょっと乗っけるだけですよね。あ、そうです、あ、きますきます。で、実際だとこういう接近戦で、一気にこう、ドーンってきますからね。接近戦で、はい、映画でよく見るけど、あ、そうですね。あの、こう、例えば、突き、当たらないように、こうね